ここでですね、最後にここにいる333人みんなで動いて一気に大会を獲得しようと思います。はい、で、内山選手に来ていただいたので333人でさっき言ってたじゃないですか、一番短い時にシャドウを楽しみ、はい、なのでみんなでここでシャドウをちょっとやりたいと思うんですが、内山選手いいですか、終わったばっかりで、まだ大丈夫ですか、はい、それじゃあ、行っちゃいましょうか、行っちゃいましょうか、大丈夫ですか、どのくらい行きますか、じゃあ、時間的には、あ、すみません、皆さん、少し行ってください、そうね、あ、だから、万が一ですね、前の人とかちょっと殴っちゃったりすると、そうそうそう、すごい問題になると思うんで、そう、多分結構みんな、ロボシアートモードで、そうそう、だって、チャンピオンと一緒にやれるんだよ、ないですよね、これを、じゃあ、僕とちょっと一緒に、で、みんなでやりましょうか、じゃあ、3分きついと思うので、1分、1分で行きましょう、1分で行きましょう、わかりました。それじゃあ皆さん準備よろしいですか。そうね、これみんなセッションでやった方がいいかもしれないね。セッションで自分の IQ を測るには持ってこいのお父さんじゃないかな。で、はい、後ろの NTT にですね、内山選手の映像が、はい、バッチリ映りますので、はい、内山選手の動きを追いかけて真似して動いてみてください。はい。どうかな。全然日本じゃない333人のシャドーボクシングウィズチャンピオンですから。すごいですよ、これは。さあ、準備はよろしいですか。はい、さあ、それじゃあ行きますよ。3、2、1、
どうしようってなったんですけど、